スーインフォード・バンドッグとは、アメリカ合衆国原産の刀剣用、番剣用の剣手である。剣手名のスーインフォードは、作出者の名前である。また、バンドッグの名を持つが、本種は、バンドッグではない。バンドッグとは本来古くから存在する、家や倉庫などの財産を守ることを専門として、作出された、番剣手のことである。 プロジェクトの第一世代の犬、バントとスー・イン・フォード博士1869年に作出された犬種で、本来ならば犬の怪我を直し命を救うべき立場にあるはずの獣医師によって作られた。アメリカンピットブルテリアと刀剣用に交配された非純血の犬を掛け合わせて改良を加え作り出された。刀剣としてのみ使用され、 数多くの犬が命を落とす違法な闇賭博上で戦わさせられていた。本種はかなり力の強い犬種ではあるが、さらに大型の刀剣にはかなわず、重傷を負ったり命を落とす犬も少なくない。刀剣として戦えなくなってしまった犬は捨てられてしまうか、若い刀剣の自信をつけるための生贄となって動けないように固定されて攻撃され、結果として、 命を奪われる、非常な最後を迎える犬も多い。作出者の死後、ブリーディングストックを受け継いだ人物がスーインフォード、バンドッグの血統の改善を行い、イングリッシュマスティフとナポリタンマスティフのハーフ犬とアメリカンピットブルテリアを交配させた犬の血が取り組まれるが、違法な刀剣の取り締まりが強化され、本種も多くの犬が没収された。 没収された犬は一時動物管理センターに預かられるが、元が凶暴な刀剣であるために、ほとんどの犬の里親は見つかることがなく、殺処分されてしまうのが現状である。その事実を知っているにもかかわらず、刀剣を作り続け、犬の命をまるでゲームの駒のように扱い続ける刀剣マニアに、動物愛護団体や愛犬家は行き通り、これを動物虐待であると認めて、 本種の作質を受け継いだ人物をはじめとする刀剣マニアを厳しく処罰した。しかし、どのような処罰を与えたのかなどの詳細な情報は、公に公開されていない。作質を受け継いだ人物の処罰後、スーインフォードバンドッグはほとんど公の場での話題に上ることはなくなったが、ごく一部の犬は、今でも刀剣として使われ続けている。 アメリカでは100年以上も前に刀剣が禁止されているにもかかわらず今でも全ての闇賭博絡みの刀剣状を取り締まることができないのは国家を揺るがすほどの大きな犯罪組織が絡んでいるからであると言われている今まで根っからの刀剣としてのみ使われ闇の歴史を歩み続けてきた本州ではあったが近年は明るいニュースもある 摘発によって没収され、動物管理センターに預けられた本種を引き取って、訓練を行い、普通のガードドッグとして、農場などで見張りをさせる取り組みも行われている。違法で凶暴な刀剣種というイメージから、一般家庭でのブリーディングは控えられ、多くは虚勢、否認手術を施されている。ペットとしても、滅多に飼われることのない本種ではあるが、徐々に、 刀剣からの転職を行いつつある。完全に悪いイメージを払拭させることを目標として、愛好家は、ブリーディングと訓練を同時に行っている。現在本種は希少化が進み、アメリカでもあまり見かけなくなりつつある。フシー及び、各国のケネルクラブからの公認はされていない。マスティフタイプの犬種で、筋骨隆々の、がっしりとした体格をしている。足や指は太く、 マズルも短く太い。力がとても強く顎は強靭である。俺耳、タレオデコートはスムースコート。毛色はフォーン、レッド、ブラウン、グレーなどでマズルは黒い。大型犬サイズで性格は刀剣に使われるものとガードドッグとして使われるものとでは異なっている。刀剣用のものは非常に気性が荒く攻撃的で支配力が強いが、 ガードドッグとして使われるものは防衛本能が高いが忠実でそれほど攻撃的ではない。ただし、どちらにせよしっかりとした訓練と管理が行えない人には飼育できない犬種である。大型犬ではあるが腰を痛める可能性があるのであまり多くの運動量は必要としない。デズモンド・モリスの犬種辞典デズモンド・モリス著書、福山秀也。 大木拓役生分動振興者2007年ありがとうございます。